ここは東京お台場の日本科学未来館です。子どもから大人まで展示やイベントでサイエンスを楽しむ博物館ですが、その一角に実験を行う研究室があります。そこで私たちは高エネルギーの電池を開発しています。ここが研究室です。高エネルギーの二次電池を開発するには化学反応を担う電極活物質の開発が重要です。私たちは多電子反応を利用した二次電池の開発を行っています。それではその内容についてプロジェクトリーダーの佐藤さん、大学院博士課程のワン君に紹介してもらいましょう。皆さんがいつも使っている携帯電話やパソコンに入っている二次電池は正極と負極が向かい合った構造になっています。今回は負極の高容量化を目的とした研究の結果を説明します。これまで負極には黒鉛が使われてきました。この場合、炭素原子6個が1個のリチウムと反応することができます。これに対してシリコンは原子1個で4つのリチウムと反応することができます。そのため容量は黒鉛の10倍以上になります。しかしシリコンはリチウムと反応すると体積が大きく変化し、繰り返すと電極自体が崩壊するという欠点がありました。そのためシリコンは高容量は期待できるものの繰り返しに弱く、これまでほとんど使われてきませんでした。この図はリチウムのドープ量と電極の厚さの関係です。この図で0からフルに反応させると厚さの変化は大きくなりますが、例えば500からフルに反応させると変化は小さくなります。そこで私たちはシリコンをあらかじめリチウムと反応させておく方法、つまりプレドープ法を検討しました。通常プレドープは負極とリチウム電極を電解基中で向かい合わせ、電圧をかけて行います。そうすることでリチウムがイオン化して負極と反応します。しかしこの方法では小さな電流しか流すことができず、とても実用的なものとは言えません。そこで私たちは加圧しながらプレドープする方法を検討しました。その結果、電流を大きくすることができました。これはプレドープしたシリコン負極とプレドープしていないシリコン負極で作成した電池の重放電曲線です。図の横軸は反応させた電子の量、縦軸は電圧です。電池に一定の割合で電流を流していくと、電圧が変わらない平坦な部分が現れます。これが電池の容量になります。プレドープしていないものは初めの容量が小さく、徐々に減少していきます。一方、プレドープしたものは重放電を繰り返しても同じ曲線を描いています。したがってプレドープは最初の重放電で消費される容量、すなわち不可逆容量も小さくできます。この写真は加圧しながら電気化学的にプレドープしたシリコンの透過型電子顕微鏡写真です。不可逆容量に関連する反応で複製するリチウム化合物の種類が反応の時の圧力によって変わることを示しています。圧力をかけながらプレドープをするとシリコン表面に安定な層が形成されることが分かりました。私たちはこれらの成果を実際の電池の開発に結びつけるため、こちらにあるようなロール方式の連続プレドープ装置も開発しました。この装置はリチウムを巻いたロールに沿って負極をゆっくりと移動させて連続的にプレドープするものです。実際の電池に使うような長い電極も可能なので量産にも適用します。この成果は大学発新産業創出プロジェクトスタートのシリコン負極と有機正極からなる軽量高エネルギー二次電池の開発プロジェクトで達成しました。シリコン負極だけでなく有機正極についても研究が進んでおり、両極を組み合わせた高エネルギー二次電池の実用化までもうすぐの段階です。これを達成して電気自動車、ドローン、ロボットなどの普及を通して未来社会に貢献したいと考えています。